書院とは、中国に橋を発し、漢字文化圏の東アジアに波及した全近代の学校、私塾の一類型である。壮大以降、国家の漢学に対して特に民間の私学で行われた。中国語での発音は、主言、院、朝鮮語では、騒音。学府元書院書院の由来は東大にあり、開元十三年、冷静殿を、修建殿と改めて書院を置き、 学士を置いて、古今の形跡を交換したり、天下の衣装を収集したりした。上限中、李没は、牢山白六道に隠居して読書したが、南東の時、ここに学館が置かれ、牢山国学とされた。これが、宋代に、白六道書院と改められた。南宋の書記や民の王陽明がここで工学している。宋代政府によって、書院の造成が奨励され、 政府や詩人が書院を創設した。白六道書院、王天府書院、笠見明書院、竹六書院は、総の四大書院と呼ばれる。現代には、すべて政府の管理下に置かれ、下挙試験の予備校と化した。明世には、当林書院のように、政治問題を取り扱う書院が現れ、しばしば弾圧の浮き目にあった。新代、下挙を目的として、数千もの書院が作られた。 しかし中には、現元の故郷症者、学会堂書院のように、過去ではなく学問研究を目的とするものもあった。新末、科挙が廃され、書院は、学童王と改められた。これが、近代、中国の大学の母体となっていった。中華人民共和国成立後、文化大革命中の非臨飛行運動による、儒教廃積に伴い各地に残る。 書院建築物に対する破壊行為が横行したが、1990年代以降、復興再建が進められている。白緑道書院は、世界遺産である露山の笠見明書院も、天地の中央にある東方の史跡群の構成資産に含まれることから、観光地化が著しい。韓国における書院の始まりは1542年に建てられた小治書院である。 現在韓国には637件の書院があるとされ、中にはマンションの一室に収まるものやキリスト教系のものもある。そうした中で、須山書院、小治書院、道等書院、平山書院、玉山書院は五大書院と呼ばれ、平山書院と玉山書院は大韓民国の歴史的存落が解と領土として登録されている、世界遺産の構成資産になっている。 また2016年の世界遺産登録審査予定物件として、須山書院、章治書院、道東書院、武城書院、トンガ岸ン書院、緑里書院、筆岩書院に、平山書院と玉山書院を統合し、書院、李氏朝鮮の生理学教育機関群として推薦していたが、書院間の相互関係や中国の書院との違い、 既存登録物件からの分離再編による管理体制を示しきれていないとして登録延期勧告が出され推薦を取り下げた。しかし第43回世界遺産委員会では登録勧告を踏まえて正式登録に至った。一方北朝鮮では世界遺産、海上の歴史的建造物群と遺跡群で通用書院が構成資産となっている。書院は 家居制度と関係するため、家居が根付かなかった日本では、中国や韓国のような書院も根付くことはなかったが、江戸時代には藩校に対しての私塾や寺子屋などが、公権力とか代わりのない教育機関という意味では、書院に相当する。むしろ、日本では、書院づくりのような建築様式、書院式庭園などに発展した。世界各地へ進出した家居が、現地に書院を建てる事例があり、 家境書院、南洋書院と呼ばれている。最も古いのは1729年にインドネシアのバタビアに作られた名声書院、ついで1819年にマレーシアのペナンに建てられた五福書院、1854年にはクアラルンプールに南花書院とシンガポールに陳氏書院が開かれている。新潮末期には、 蒙古族への感化政策から、モンゴル2886年に、小豊書院、その翌年には、慶州書院などが作られた。ここでは、儒教精神的な主従関係を植え付けるほか、漢語、漢文やチベット仏教、さらに農業についても教えることで遊牧民の定住化を進める目的も担った。蔵書が転じて、日中間では、出版社や書店の社名に、 零零書院と用いられ、ベトナムでは th ビンは図書館の意味にもなっている。中国や韓国の書院は日本の書院造りのように明確な形式の建築様式がなく、時代や地域の風俗、伝統に応じて様々な構造で建てられ、展示て現代では韓国や台湾で図書館や学習塾のビル外観に書院を連想させるデザインを採用する事例もある。 ありがとうございます。